神経性です。今回の動画は、プラレール S45-323系大阪環状線を開封してみたいと思います。では、開封していきます。箱から出してみると、このような感じです。まずは先頭車から。前面の行き先は、省略されています。ヘッドライトとテールライトが両方ついてるのは謎です。側面です。シールが一切使用されていません。ただし、クーラーが塗っていません。少し手抜き感もあるでしょう。中間車です。中間車は、パンタグラフが両方ついています。こちらも同様、クーラーが塗っていません。最後に後尾車です。後尾車の行き先は、省略されています。こちらも同様、ヘッドライトとテールライトが両方ついてるのは謎です。基本的に先頭車と同じです。こちらも同様、クーラーが塗っていません。プラ列車カードもついてました。この動画では、自動では読みません。見たいって方は、止めるのボタンを押して、読んでください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録と、高評価をよろしくお願いします。